松野代表は橋本市長からの提案を取り入れたことで、とりあえず分裂は避けられたと安堵の表情です。一方で橋本氏や松井氏に近い議員らは断続的に対応を協議し、今後も一致結束して行動することを確認しました。いろんな思い持っている方がいらっしゃるんで、まあ、とにかく大阪は一致団結してやっていくと。大阪系の議員は党の看板でもある橋本松井両氏が離党する結果になったにもかかわらず、問題を起こした柿沢幹事長を続投させることは非常識だと反発しています。ある大阪系の幹部は、今は党を割るべきではないという橋本氏の言葉を引用する形で、安保法制の審議は責任を持って最後までやると語っています。ただ別の議員は、11月の代表選挙は成立しないだろうと話し、国会閉会後の分裂の可能性も示唆しています。大阪系の議員は今後も柿沢幹事長の続投判断について執行部の対応を突き上げていく構えで、火種はくすぶり続けることになります。